はい、皆様どうもまふろです。それではドラゴンクエスト11やっていきましょう。はい、前回グロッタの町に到着したところで終わっておりました。少しちょっと回ってみましょうかね。本を探せ、きっとレシピがあるような気がする。なんかありそう。こんなのか。骨帽子か。あ、もういいそこは。羽帽子だけ。大していいもんでもないよ。なんもないか。かかってるけどな皮なんで皮が入ってる。あれってことだひどいやつだ、本当にひどいやつだ。かぼちゃを洗う最悪だね。ガーターブ装備できる。見てるだけで嬉しくなる。誰がそうできるのみたいですね。ガーターブレッド。どんどん違う方向に行ってる気がするけど、まあいいか。レシピじゃねえんかい。あ、もうええもうええもうええ。つい満遍出しちゃった。あ、壊した。また壊したよ。久しぶりにこれ見たな。どうしろ。ぼったくろうとしてる。ないんかい。なんもないんかい。見るとそれは割れたくなるでしょう。君たちか、またか。おかしいだろ。またかい。気にしてないじゃないかと。知らない人がいきなり訪ねてきて壺を割るという。なんて怖い。ああ大切なカボチャを。よっぽどこいつの方が悪人だな。前回そんな出なかったよ。子供だらけ。かりそうだね。いきなりか。ハハハハ。そら文句出るわ。最初からじゃあ言っとけよな。チャンスが。まさかなんで馬の匂いだよ。またか今日ほんとよく出るね。何これ、大会で嫌な予感しかしないんだけど寝ればいいのか。いけなかった感じですか。いないぞ悪さしに行ったんじゃない？揉めてんのかまた。やっぱりトラブルメーカーだなこれと。ああ、またかい。よし。いきなり開けるなよノックしろよ。ここ控えつつさあどうなることやら。呪いの発動率はなんか致命傷になりそうな気がするんだよな。そら最悪だな。ベロ出てる。明らかに魔物っぽい。ちょい集中攻撃するの強いなあ。生意気だな。不審丸分かれじゃないか。そう入ってるから丸分かれじゃないか。痛え。あー分からなくなった。やだなこいつら。これ回復しとかないとやばいか。今回分身やっつけようよ。ああ誰これ出るかな。リスキーだな。いったマジでこんなとこで痛恨出るか。そうそう攻撃して。もう切りないなこれ。あれ弱え。なんだよ無事弱えや。どうした行けばよかった。いいないっぱい使ってくれるな。めちゃくちゃ強いんじゃないか実は。なんか嫌な予感がしねえな。恥ずかしいので受けてっけど。見たことある人がいるじゃないか。こっちもなんかあるぞ。違うところで。ナイフ使って食べちゃってるよ。川水さん何してんの。さあ、カメさんを笑いに行こうか。こっそり出てあっけなく負けた。よし、じゃあ一回ここで切っておきましょうかね。セーブできるように。何？ああ、締め出された。あ、出れるのか普通。あ、いた。鼻赤いよ、飲んでる。なんか裏がありそうだね、やっぱりね。ほいほい。はい、それではセーブして、今回は一回ここで切っておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。